韓国の軍事力強化に空母建造を計画しています。それには F-35B が必要になるのですが、今回も詳しく見ていきますね。どう見ても、日本を意識しているようにしか中国に寄っていってるよね。韓国が F-35B ステルス戦闘機の導入を決めました。ただし、課題がありまして、この F-35B を乗せる軽空母も建造すると、言われているのです。確かに、ステルス戦闘機を陸上からしか、発進できないのでは、機動力に欠けますよね。というわけで、韓国では、軽空母建造計画が進行中とのことです。F-35B 戦闘機を乗せるための建造といった感じも受けるのですが、どうなることやら。潜水艦にしろ戦闘機にしろ、開発費だけが右肩上がりに増えているという噂も聞こえてきますが。軍事大国中国の動きに目を向けてみます。中国は遼寧収益以降、国産航空母艦の建造を進めています。カタパルトを装備した固定翼機を、使用できる大型空母の建造も開始しているとも言われています。どちらにしても、中国の軍事増強傾向には、ますます拍車が、かかっていることは間違いないようです。そんな中国海軍からは、相変わらず、日本の尖閣諸島や南西諸島付近に、出没して、挑発的な振る舞いをしています。それに対する、防衛策の、一環として、海上自衛隊も、ヘリコプターを搭載できる護衛艦いずも、加賀を航空母艦にするために、回収作業を進めています。その動きを見逃す中国ではありません。これまでアメリカがほぼ独占してきたと言って良い制空権ですが、航空母艦を中心とした空母打撃群の整備を進めることによって、南シナ海、東シナ海はもちろんのこと、太平洋までを含む広大な範囲に影響力を拡大していこうという意図が透けて見えます。その中国に対応しなければならない非凡ですが、中国海軍増強を考慮して、空軍の拠点となる陸上滑走路が少ない南西諸島を守るため、移動可能な飛行基地を作ることによって対抗しようとしている状態と思われます。出雲、加賀、が航空母艦となった後に、艦載機になるのはアメリカの、ロッキード・マーチン社が製造した第5世代戦闘機 F-35、ライトニング 2B 型です。この戦闘機は、短距離離陸と垂直着陸が、可能な機体とされています。しかし、この2艦が航空母艦になったとしても、マックスの戦闘機搭載数は10機前後と推測されていますから、航空母艦としての攻撃力はあまり高くはないと思われます。こんな状況ですが、2020年12月には韓国海軍も航空母艦を取得する姿勢を明らかに見せています。その艦載機も日本と同様、F-35 ライトニング 2B 型を購入すると考えられているのです。日本では、新航空母艦の2隻には、計42機の F-35 ライトニング 2B 型を購入する予定のようです。韓国では、まず、F-35 の同期 A 型20機分の予算を、
流用して B 型に置き換えて購入する心づもりとみられています。予定通り韓国が航空母艦と F-35 ライトニングに B 型戦闘機を所有すれば、アメリカ、イギリス、イタリア、日本に次いでこの戦闘機を艦載機として使用する国になることでしょう。ちなみに日本の出雲、加賀ですが、艦艇の大きさを示す基準排水量は 19,500 トン、満載排水量は 26,000 トンです。計画段階の韓国が作る予定の航空母艦は満載排水量4万トン級になると言われているので、容積に合わせて艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は20機を乗せることを想定していると見受けられます。韓国は今までも今も航空母艦というものは保有したことはありません。それにもかかわらず、満載排水量4万トン級の航空母艦を保有しようとしているのは無謀にも感じられます。しかし、これでもサイズを小さくした方だというから驚きますね。出雲と比較すると、1.5 倍近い大きさですが、実は韓国がいろいろ検討した中には、満載排水量7万トン級にカタパルトを備えた上に、アメリカ海軍と同じく F-35 ライトニング 2C 型を乗せるという案も含まれていたというのです。最初にそんなどでかい航空母艦を持ってしまったら、後が大変でしょうに。大きな航空母艦としては、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦があります。このサイズは、基準排水量4万5千トン、満載排水量約6万8千トンですから、韓国が考えている航空母艦の大きさのレベルがわかるかと思います。こんなに巨大な航空母艦を建造しようと考えたことだけでも、到底現実的とは思えないのですが、艦載機を固定翼機にして、カタパルトからの射出を一体どうやって行おうと考えていたのかも謎です。韓国海軍が現在運用している艦艇では、徳島級揚陸艦が基準排水量 14,500 トン、満載排水量 19,200 トンという規模ですが、これと比較しても、はるかかに大きいサイズとなっています。この徳島級揚陸艦の設計には、イギリスのバイセマ社に協力を仰いだと言いますが、いずれにしても、外国からのサポートは必要になると思われます。イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦の設計を担ったのは、イギリスのバブコック・インターナショナル社です。一説ですが、この会社は韓国の航空母艦建造へ参画を狙っているとも推測されています。韓国海軍では、すでに今まで使用してきたドイツ製潜水艦のライセンス生産によって積み重ねてきたノウハウを基本として、島山安正弘級潜水艦の建造も進めているのですが、この建造にも、ブコックインターナショナル社の協力がありますから、4万トン級潜水艦建造にも関わってくる確率は高いと言えましょう。日本が韓国のこうした動きに危惧を感じるのは当然のことです。しかし、日本側だけではなく、韓国国内でも不安があるようです。マスメディアや世論の中にも、狭い領海を持つ韓国が、
建造費も運用費、維持費などに巨額を必要とする航空母艦を保有することにはもっと、じっくり考えるべきではないかといった慎重論も聞こえてくるのです。このような慎重論に対しては、北朝鮮が我が国をミサイル攻撃してくれば、陸上の飛行場が破壊されるかもしれないだからこそ、移動可能な航空基地として航空母艦がどうしても必要なのだという反論も見受けられます。北朝鮮の行動に備えるためというのは、正論といえば正論なのかも知れないとも思われますね。韓国の中央日報は、2021年1月、CG による4万トン級航空母艦のイメージ画像を報道しました。そのイメージ図によると、アメリカの強襲揚陸艦と似た2つのアイランド艦橋を持つデザインになっているそうです。アメリカに倣って中国と対峙する、あるいは日本ともという意思を表明したものかと憶測してしまいますね。